先輩、言いたいことが顔に出ちゃってますよ。でも私はフィールドワークを苦しいものじゃなくて楽しいものだと思ってるんです。小さな楽しみの一つに硫黄岩の上で目玉焼きなんてのがあるんですが、先輩はきっと未経験ですよね。でも私は全部経験済みなんですから。